でも柔らかいって意味ある。でもあったかい。こんな感じですね。はい、すごい切りやすい。すごい切りやすい。おそらく。これできたら何にする？おそば。できたら出すの。なんか。あ、でもコンロ出してから。コンロは。はい。そうか。昨日、あ、じゃあビチャビチャなのか。まあいいか。とりあえず挟んでいこうか。うん。卵終わって。はい、牛乳と砂糖とこっちに混ぜて、ちょっと不器用さが出てしまう。うん。なんで。で、なんで？あ、痛い。ごめん。あ、ちょっと。はい。砂糖と牛乳入れて。入れてから混ぜる。うん。砂糖は何グラム？あ、倍にせなあかんか。うん。砂糖50、大さじ2。え？バッテン。混ぜて。お砂糖を入れます。大さじ2。大さじ2。はい、これもう入れちゃったの？フレンチトーストの元みたいなやつ？そうです。甘い。ちょっと砂糖入れちゃった。牛乳は100cc、うん、ハムとハムチーズ、ハムチーズ、うん、でこれをつける、つける、で両面にこれテープで巻く、つけたらどこ置く？お皿に2枚入れる。縦に入れた。で、しばらく。ああ、そういうことね。うん。あ、なるほど。はい。あ、これ、入っちゃっていい。うん、片付けついて。これを。サイドにもつけたい感じ。もうない。これつけたい。まあ、はい、いいよ。あ、それをやるの。うん、じゃあ向こうであの、ちょっとやるか。はい。あ、なんか火置きも。回して。こい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 返して。あ、焦げ臭い。砂糖入ってるから焦げやすいから。段取り8分。え？段取り8分。もう全くない液が。はい。やっぱ弱火や、弱火で時間。そうやな、うん、どこか、うん、そもそもそうだ、やり方が分からない。だいたいうちの家はやり方分からんものが多すぎる。ちなみに料理名は？モンキークリスト。クリスト。うん、ラクリマクリスト。ラクリマクリスト使われ。
いい匂い、いろんないい匂いがする。うん、甘い。カフェみたいな匂いする。美味しくなあれ。美味しくなさ、美味しくなあれ。美味しくなさそう。部長がいるし、はい基本尊敬してくれる同じ腕はしてたのがめっちゃ面白かった。火のつくやつ、火のつく、いざという時、いざという時、いざという時ない。お待たせいたしました。はい、できました。はい、美味しそう。一応こんな感じ。じゃーんと、じゃあ蜂蜜かけようよ。うん、開いてんのこれ。開いてない。開いてんよ。うん、結構かけるな。あ止まらへん。あ、すごいとろけてんな。うん、人のこと言われへんや、めっちゃかけてる。順番に焼いていったからね。うん、これが一番最後やね。美味しいの自分に持ってくる。でもあったから。こんな感じですね。はい、うん、どう。めっちゃ美味しい。うん、美味しい。美味しいね。うん、もうめっちゃ塩味もっとあっても良くない。そうやな。中の塩コショウ。塩コショウ。じゃあ卵焼き器で作ったけど、ホットプレートとかで作っても、うん、いいかも。ホットプレートじゃないわ、ホットサンドメーカー。え、ホットプレートでもいいんじゃない。でもいけるね。うん、うん、うまい。火を使わない、子供がやるときとかはね。うん、ホットプレートでもいいしね。うん、休みの日の朝ごはんとかみんなでね作って食べるのにはちょうどいいようなメニューということで、何だっけ、モンテ、モンテクリスト、それのご紹介でした。美味しいよ。はい、